レイクペニンシュラ軍はアメリカ合衆国アラスカ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1631人である。軍庁所在地はキングサーモンであるが実際には隣接するブリストロベー軍の中に位置する。このような配置はアメリカ合衆国の中でも得意なことである。軍内にある最も人口の多い都市はノンダルトンである。 軍内の人口密度は0.0296人平方キロメートルであり、国内で2番目に少ない軍相当地域になっている。ボローは他の州の軍相当の行政単位であり、日本語では軍とされている。軍内にはカトマイ国立公園とレイククラーク国立公園があり、多くの湖とアラスカ半島があることから軍名が名付けられた。レイクペニンシュラ軍は 北緯58度40分、成形156度18分に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3907平方マイルであり、このうち陸地は23782平方マイル、水域は7125平方マイルで、水域率は23.05%である。その陸地面積は、 アメリカ合衆国本土で最大の軍であるカリフォルニア州、サンバーナーディーの軍よりも大きく、またウェストバージニア州一州の大きさに匹敵している。アラスカ半島と火山レイククラーク以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。法人家都市は6つあり、他は国勢調査指定地域である。人口はどこも100人前後の町が多く、最小は ポップバノイランディングの6人である。ありがとうございます。